ロッテ石川プリル通貨石川もう限界だろ、こいつ最速140しか出ないのに今日のようにコントロールアバウトじゃ話になんねえわ。オールスター前に疲れさせる作戦、こいつも打たれまくってるくせに噛み切らねえよな。5連敗ホーム3立て食らってエースとかこれ以上ない最悪な展開だな。今日で3立て5回目、そのうち日ハム相手に3回、なんでいつも手遅れになってから先発変えるの。またハムファンが調子に乗るじゃん。我ながら逆神様の予言力に震える。吉井が試合を捨てると大型連敗が来るんだよな。ソフトバンク戦のあの系統が野球の神様を怒らせた。石川は怪我明けなのによくやったよ。打線よ打線、勝ちよりも中継ぎ温存が大事だから、くだらない本書きおじさんには。ああ、わた。吉井的には今日は捨て試合なのかもしれない。またフルボッコにされるの？山口と安田のせいで大型連敗始まったな。大量失点させるのか。どの投手が雇用が苦手意識がないからロッテさんに分かっている。打てないわけないという、どっしり感も見える。ご視聴ありがとうございました。